入山明子のつれづれ日記1405回目駆け足で参ります。浦安オールディーズバンドさんのライブ、こだわりのお客様とご一緒しました。楽しかったです。そして歌ってハマってのピンチヒッター MC をしてまいりました。新しいグッズ次々完成、ぜひお楽しみに。神奈川県の歌広場さんに行ってまいりました。ゆっけいこ先生宅にも1ヶ月に2、3回宿泊できたらいいなと思ってます。渋谷シムスさんでのラジオ番組の収録、連休5月3日はエコダマーキーさんのライブ、弾き語りに挑戦しましたよ。ちょっとだけ声を聞いてみてくださいね。まだまだ挑戦いたしますので、ぜひご一緒ください。さあ、そして5月の4日、群馬県みなかみにあります匠の里さんにそば打ちの体験行ってまいりました。そば打ち経験者のお二人、ナマンタさん、ブラックちゃんいらしたので美味しくできました。さあ、そしてそば打ちを待つ間には匠の里いろいろと体験してまいりました。楽しかったです。帰りには渋川駅の谷川明先生のお店シープさんに行ってまいりました。5月の5日、小岩音曲堂様で長菊の公開収録です。かけぽんの姿が何やら変わっておりました。さあ、そして公開は5月29日水曜日の12時からになっています。ぜひお聞きください。5月の6日はまたまた群馬県へ、中山秀幸さんの書道展行ってまいりました。スタッフ3人で水沢観音にもお参りを済ませ、帰りにはいつもお世話になっております上川町の日の出ラーメンさんで美味しいラーメンいただきました。さあ、5月の8日から12日山口県に来ました。こちらも急ぎ足で多くの方とお会いしてきました。ブラジルからお帰りの伊藤会長にも会えました。10月ツアーの話し合いは美祢市観光協会、母の実家宇部市高林寺様での本堂でのショーもこちらも楽しみました。たくさんの皆様にお出かけいただきました。さあ、飛行機に乗る前にペルーからのお客様にもご紹介いただき、埼玉県では入山不在時も活動をしてくださっています。島根県のキャンペーンは4年ぶりです。歌の駅演歌様、そして親戚の方にお世話になりました。親戚といっても講演会の方です。久々の再会嬉しかったです。いつもいつも行くたびにお世話になるお店様、ありがとうございました。そしてお客様、たくさん一泊二日歌ってくださいました。とっても嬉しい歌でつながる、そんなキャンペーンをさせていただきました。出雲大社にも参拝できましたよ。さあ、その足、羽田空港から直行したのが蘭ひふみ先生の大会ゲストです。蘭先生を中心に温かい皆様に囲まれて、ムーンストーンのマスターさん、ママさん、講演会の方にも応援いただきました。一人配信も行いました。FM チャッピーの収録は今回ゲストに防衛大看護学院の先輩細田様、法人連携室長の大畑様にお越しいただきました。スカーレットさんにまた立ち寄りました。素敵な女性が集まるところです。大好きな大好物のかき氷を食べながら元気に過ごしたいと思います。皆さんも熱中症対策十分にお気をつけください。綺麗なお花の写真ありがとうございます。いつも癒されています。ではまた元気にお目にかかります日まで、ごきげんよう。